政治家を務めてまいりました。本当に失われた30年、厳しい時間をこのように未来に希望を持てる日本にしてくださったのは安倍先生だと思います。本当にこんなに安倍先生がいないことが悲しく思える時はありません。私も信じられないような思いですが、きっと奥様の方がお辛い思いをされているだろうと思って、私は私自身本当に厳しい選挙を戦っております。皆様には政治資金の問題で本当にこの不透明な金の流れに早く気がついても、この総理の論理に負けない正しい道を正すことができなかったこと、本当に申し訳なく思っております。ましてもや後になって知ったことですが、安倍先生がこれを正そうとされていた、その道半ばで私たちがきちんとその後をすることができなかった、本当に悔しい思いです。何としても組織の論理に負けない正しい道を行く者が正しい道を進める政治を、私は改めてここから作り直していきたい、そういう思いで天におられる安倍先生にありがとうございます。お誓いを申し上げてこの選挙戦に臨みました。たまよ、安倍金蔵正そうとしたって言ったよね。違うよ、検察にバレるからそろそろ気をつけようよって安倍派の幹部会で相談しただけだよ。裏金作りは安倍が首謀者だよ。選挙演説を良いことに選挙民を騙す、嘘をついちゃいけないよ。